どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけども、昨日に引き続き春のライトアウター特集ということで、昨日はジャケットで、今日はねこちらのコートをご紹介したいと思っております。でこちらのコート何なのって言った時にもうご紹介しちゃうんですけども、マッキントッシュのベストセラーのステンカラーコート、ダンケルドの血の素材のモデルになっております。マッキントッシュのダンケルドだと有名なのはゴム引きのねコートがすごく有名だと思うんですけども、こちらはね血の素材になっているので、すごくカジュアル感も軽く出しつつも、マッキントッシュのすごく綺麗なシルエットであったりとか、なんかねいいとこ尽くしのアイテムになっているので、僕が惹かれてしまいました。こちらの方をチョイスさせていただきました。色的にもね少し春っぽいようなライトなベージュになっています。すごく使いやすいアイテムだと思います。冒頭のね軽く着用した動画の方を流させていただいてるんですが、細かくこれからご紹介をしていきたいと思います。はい、ということで、ね、こちらの商品紹介をしていきたいと思うんですけども、こちら商品名からまずお伝えさせていただきますと、もう先ほどお伝えした通りダンケルド、僕はマッキントッシュ他のモデルも愛用してるくらい好きで、こう年末にねクリストン、あとはそのかなり前にねデニムのステンカラーコートなんかを持ってたんですが、今回新調したのはこちらの血の素材のダンケルドになります。こちらね驚くべきポイントはね価格なんですけど、びっくり価格のマッキントッシュではめちゃめちゃ安い69,000円です。安かねえだろって思われる方もいると思うんですけど、マッキントッシュのゴム引きのコートだと10万円台の後半、20万円近くとかになるんですけども、マッキントッシュのコートの中ではかなり安い方だと思います。ある程度手も出しやすいと思いますし、血の素材だからゴム引きのコートと比べて劣るのかっていった時にね、まあ、素材的に防水の機能であったりとかそういった面はないかもしれないんですけども、これにはこれの良さがあるので、そういったところも後ほどお伝えしていきたいと思います。でこちらサイズに関しましては、僕は38のサイズをゲットしました。他のクリストンであったりとかデニムのステンカラーコートに関しても38、同じサイズ感になっております。で色展開に関しましては、こちらのベージュ一色のみになっていて、こちらのポイントなんですけども、マッキントッシュの名作ダンケルドをね血の素材でアレンジしたアイテムになっておりまして、こちらのチノはコットンに化繊素材を混合することで、しなやかな風合いであったりとか大人っぽい光沢、さらにはナチュラルなストレッチを備えているということでね、このチノはチノですごくね高性能なんですよ。チノパンだったりとかするとかなりのゴワつきがあったりとか、僕もよく履いているようなディッキーズの874とかと比べて光沢の出方であったりとか結構上品に出てるかなというふうに思います。光沢が出すぎてないというか、綺麗な発色をしていたりとか、あとストレッチっていうほどストレッチは入っていないので、かなり伸びてくれるみたいな期待をしている方にとってはちょっとそこはね期待外れかと思うんですが、このね血の素材もすごく着やすいなっていうくらいの柔らかさになっております。血の素材だとやっぱ結構ゴワつきがあったりとかね、硬さがあったりとかするんですけども、そういったところもある程度ね化繊素材を混合することで解消されているのかなっていうふうに思います。でこの血の素材のねこのダンケルドに僕が求めるところなんですけども、どう育っていくのかっていうのがすごく楽しみです。こうデニムのやつも色結構変わってきたりとかしてるんですけど、このチノに関してもね、やっぱこの肘であったりとかの可動域とか肩の張りだったりとかって、その人の体の形に結構出てくる素材だと思うので、まあ、そういったところのエイジングであったりとか、あとチノの素材ってある程度汚れやすかったりとかするじゃないですか。このねマッキントッシュとかだってやっぱ綺麗に着た方がかっこいいとは思うんですけども、あえて着まくって少しスレ感であったりとかウォッシュ感だったりとか出てきた時にどんなかっこよさになるのかなっていうのがすごく楽しみです。でそれがね 69,000円でね購入できるということでね、すごく惹かれちゃう一品だと思います。はい、という感じでもう着用してみますね。はい、着用してみました。175cm63kg で今38のサイズを着用してます。ちょっと下見切れちゃってるくらい長いですよね。だいたい膝くらいの丈感になっております。すごいやっぱデニムとの相性めちゃくちゃいいですね。今リバイスの501を履いてるんですけども、この血の素材との相性、ブラウンとインディゴっていうのはすごくね、相性いいと思いますね。こんな感じで僕は着用していきたいと思います。で生地はね、まだやっぱ新品なのである程度硬さ、まあゴワつきだったりとか軽くありますね。やっぱ血の素材なんで。ただ他のね血の素材、一般的に血のパンだったりとかで使われているような血の素材よりも少し柔らかさであったりとかしっとり感はあるので、そういったところのね着づらさっていうところまではいかないかなと思います。こんな感じ。ただ襟元にねこちらも僕はしまっちゃう派なんで、このボタンに留めてあげてピロピロ出ないようにしております。こんな感じですね。すごく綺麗ですね。こちらのフロントボタンに関しても肥沃になってたりとかするので、こんな感じでね、まあ、血の素材っていうとかなりカジュアルな印象があると思うんですけど、肥沃になっている分やや綺麗めにも使えると思いますので、まあ、合わせるパンツであったりとかインナーでねすごく表情の変わるライトアウターなのかなと思います。まあ、黒のスキニーパンツに黒 T とかだとかなり綺麗なイメージが出てくると思いますし、逆に僕みたいにねインディゴであったりとか、あとクラッシュパンツだったりとかも合わせてもねすごく外しになると思います。
思いますので、ライトインディゴのクラッシュされてるパンツに白の T シャツであったりとか白のシャツ、そういったものでね合わせていきたいなっていうふうに思います。めちゃめちゃかっこいい。ボタンにね軽くロゴが入っていたりとか、すごく細かいデザインになっております。やっぱオーセンティックなデザインとバランスの取れたフィッティングで、少しストレッチだったりとか、ほんと軽く入っているので、やっぱ動かしやすいというか動きやすいですね。でカジュアルなシーンでも活躍すると思いますし、フォーマルなその中にスーツだったりとか着ても違和感はないアイテムだと思います。そんな感じでね幅広く使えるかなっていうふうに思います。はい、ということでこちらのマッキントッシュのねランケルド知能素材のものを使って3種類くらいコーディネートをちょっと組んでいきたいと思います。やっぱねカジュアルにもフォーマルにも使えると思うので、なるべくパターン違いの3種類で今回は作ってみたいなっていうふうに思いますので、まあ、主にはパンツ変えるだけにはなっちゃうと思うんですけどね。そんな感じでちょっとバランス感であったりとか、あと丈感、やっぱコートって長さだったりとか身幅のところですごく印象が変わってくると思うので、そういったところが参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、っていう感じで3つコーディネートの方を組んでみました。いかがでしたでしょうか。この3種類なるべく違う雰囲気にしようと思って、1個目はきれいめで、2個目は古着ミックスで、最後のこちらに関しては大人めカジュアルみたいな感じで作ってみました。一つずつ解説をしていきますと、1個目のコーディネートに関しましては黒のスキニー、やっぱ汎用性の高い黒いスキニーと、あとはシャツ、白シャツと、あとはレザーのサンダルっていう感じです。すごくシンプルに組んでみました。これどこにでもある黒スキニーと白シャツだと思うんですけども、レザーのサンダルでね少し大人め感を出してあげると、こうカジュアル感が抜けてね大人めで綺麗なコーディネートになってくれると思いますので、この知能素材だったりとかね、黒のスキニー、白シャツ、サンダルだったりとか、単品単品で見たらすごくカジュアルなアイテムが多いと思うんですけども、やっぱりねこのマッキントッシュのコートがすごく形も綺麗なので、やっぱねそこの部分で綺麗めに合わせることも可能だと思いますので、ぜひ試してみてください。で2つ目に関しましては、古着ミックスで組んでみました。足元はベロアのパンツ、古着なんですけど、あれが、あとは T シャツに関しましては、ナイジェルケーボンのパック T シャツの V ネック、あとコンバースのネイビーのオールスターを合わせてみました。やっぱねネイビーとこのチノのベージュっていうのがすごく色合いが合うので、必ずこれはコーディネートに入れようと思っていたんですが、あとは素材感のところでね面白いアイテムで、ベロアのパンツだったりとか、まあ、春とかすごくね使いやすいアイテムだと思うので、アクセントにしつつも、このやっぱりランケルドがすごく締めてくれるっていう部分があるので、古着ミックスにした時にねやっぱ少し若くなってしまうかなっていうのがあるんですけど、そういったものをすごく極端に抑えてくれるアイテムだと思うので、ただこのチノ素材っていうのはね、そういう古着だったりとか、そういったアイテムと合わせた時にも相性っていうのをねしっかりと取り持ってくれる部分があるので、すごく使い勝手がいいです。で3つ目に関しましては、大人めカジュアルっていう感じでね、同じチノ素材のディッキーズの874のグレーを合わせて、まあチノチノで合わせつつも、あとはニット、あとはブーツっていう感じでね、オーソドックスなコーディネートにしてみたんですけども、少しワーク感というか、そのチノ素材から醸してる雰囲気があると思うんですが、そのチノパンだったりとかの方がそういった部分ではねすごく雰囲気は出ると思うので、同じチノ素材で合わせてあげて少し統一感、あとはブーツだったりとか、こういうハンチングでねワーク感をさらに引き立ててあげると、綺麗めで大人っぽいんだけどカジュアルにラフに着崩してる感とかが出ると思いますので、そんな感じでね大人めカジュアルっていう感じで作ってみました。以上の3種類がコーディネートになりました。
どのコーディネートにも言えるんですけど、やっぱこのチノ素材でしかも綺麗なダンケルドっていうところがね、すごくギャップがあるアイテムだと思うんですが、まあカジュアルに寄せようと思えば寄せられるし、だけどそこでね、カジュアルになりすぎずに使えるっていう部分、逆に綺麗めに使いたい時にも綺麗になりすぎずに使えるっていうところがね、すごく万能なアイテムだと思いますので、マキントッシュのこのダンケルドの綺麗さっていう部分とチノ素材、これはすごく面白いコンビネーションだなっていうふうに思いました。はい、っていう感じでね、昨日は春のジャケット、今日は春のコートという感じで2夜連続でね、春のライトアウター特集をやらせていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、他にもね、いろいろあったんですけども、今回はね、ジャケットとコートの2種類だけでいこうかなっていうふうに思ったんで、あとは秋のコートであったりとかジャケットもね、もちろん着回しは効く部分があるので、というふうにやりくりしていきたいと思います。新しくね、春のライトアウター買おうかなっていう方の参考になればと思っていましたので、まあ、そんな感じでね、見ていただければと思います。で、今日ご紹介したこちらのマッキントッシュのダンケルド、このチノ素材に関しましたマッキントッシュのアイテムの中でもかなりお手頃で手に取りやすい価格だと思いますし、春にも使いやすいアイテムだと思いますので、本当に要チェックだと思います。マジいいですこれ、っていう感じでね、今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また季節ごとでね、アウターであったりとかボトムスだったりとかやりたいと思っておりますので、何かリクエスト等ありましたら DM であったりとかコメント欄の方にお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。